どうも、デンドレス。今回ですね、R1 グランプリ2023を今日なんかやってましたね。いやー、それを見て思ったのは、いやー、最高でしたね、R1、うん。見ててめちゃくちゃ面白かったですね、うん。いやー、自分結構 R1 好きなので、ね、まあ、毎年見てますね。録画して。 生で見て、その、また、録画したっつまた2、2、3回ぐらい、まあ見てますね。まあ、好きな俺ね。いや、それに対してね、またアンチやいやんしてましたよ。なんだよ、今年の R1 つまんねえとか。R1 ももうすぐもう、もう R1 も一緒すんだとか。番組から聞き、聞いてくれとか。言い出しましたね。いやー、そいつはほんと許せないなと思った。R1 もう、 オワコンとかさ、うん。なんなの一発ゲー。つまんねえとか、時間返せとか言っちゃってました。いやー、ほんとふざけんなよ。って思いました。いやー、あれ最高だと思うのよなよ、R1。いやそせる理由はわかんないな。うん、そんな感じです。バイバイ。